はい、本日は山口県下関に来ております。お昼はですね、北九州の門司港の方で、焼きカレーをいただいておりましたけども、そこからですね、開門環境を徒歩で渡ってですね、こちら下関の方に着きました。ですね、泊まることは決めてるんですけど、何するかいつも通り何も決まっておりませんので、ここからですね、いろいろ歩きながら、いろんなところ行きたいと思います。はい、ですね、佐々木小次郎と、宮本武蔵の巌流島がありましたので、そちらに船で向かいたいと思います。はい、巌流島に到着いたしました。ですね、私そんなに歴史詳しくないので、武蔵と小次郎が対決したぐらいしか知らないんですけど、なんでわざわざこんな離れた小島まで、対決しに来たんですかね。まあまあ現代の船でも10分ぐらいかかったからな。お、竹が落ちてる。これは戦えってことか。はい、今からですね、県民ショーで見たお店に行きたいと思います。ずっと行きたかったので楽しみです。弾力がすごいね。
いですね。うまい。うまい。うん。うん。うまい。一番人気あるわ。うん、そうそう。うまい。あとちゃんぽんとかも美味しいです。その鉛筆削りめっちゃ、めちゃくちゃ久々。食べた時これどうやってするんだっけ。はい、おはようございます。昨日はですね、ドライブ道塩の貝汁めちゃくちゃ美味しかったです。だしがめちゃくちゃ効いてるので、いやあれはね、県民が熱愛の理由がよく分かりましたね。でその後にですね、隣の温泉ですね、入ってポカポカして、でその後ですね、あの食堂に入りましたけれども、あの珍しい、クジラ尽くしで行きましたけども、クジラ美味しいですね。なかなか都内では食べる機会がないので、すごくいっぱい食べることができました。ではですね、最後に唐戸市場に向かってですね、朝食とかあるんであれば食べてみたいと思います。では、はい、本日は山口県下関、下関、はい、本日は山口県下関に、下関、